アフリカ王のガンは、ツルモクのガンかオオ王のン族に分類される鳥類の一種。世界一重い原生飛翔性鳥類として知られる、アフリカのサバンナ。体高は150センチメートル前後。飛ぶことのできる原生鳥類の中で最も重く、最大で18キログラムほどにもなる。成長はその体格ゆえに、猛菌類に襲われることがない。 飛んで逃げるので大型肉食性哺乳類も、この鳥を基本的には襲おうとしない。したがって、これといった天敵がいない。幼鳥の主な天敵は、毛菌類やジャッカルなどである。死ゆともに、喉の羽の色は全体的に白いが、オスだけは喉元が黒っぽいため、容易に見分けられる。日頃から目にしている、マサイ族がマモラと呼ぶように、単独性で、 サバンナの中に4キロメートル四方にもなる広大な縄張りを形成する。その体格を支えるため、一日のほとんどを食事に、費やす。雑食性でアカシアの樹脂、そう、種、キノコ、昆虫、トカゲ、ネズミなど、実に様々なものを食べるが、体格を保つのに欠かせない特によく食べるものは、アカシアの高カロリーな樹脂で、これを摂取することで、 皮下脂肪の厚さは3センチメートルほどにも達する。厚さをしのぐためには、喉に空気を頻繁に入れることで、体温調整をする。体についた寄生虫を取り除くのには砂浴びをする。繁殖期は、浮きで、オスはメスを求めて広いサバンナ地帯を歩き回るようになる。遠くにいるメスに見つけてもらいやすいよう、オスは首を垂直に立て、1。 喉をその部位の白い羽ともどもに大きく膨らませ、内側が白くなっているお葉も高く跳ね上げて、つまりは、前から見ても後ろから見ても白色がよく目立つ姿になって歩く。また、喉を膨らませて、ドン、ドンという太鼓のような大きな音を発して、メスに自分の存在を知らせようとする。この音は大きく膨らませた食道の内壁に鳴き声を、 当てることで共鳴させているものと考えられている。この鳥の鳴き声には7 6ヘルツの低周波2が最も多く含まれており、遠くまでよく届く。この時期のオスは自分の縄張りから大きくはみ出して行動するため、ライバルオスと対峙することが多く、体格とくちばしで戦うことになり、時には大きな怪我を負う。巣は地面に直接作り、 産んだ卵は地べたにそのまま転がしている。還元すれば、鳥の巣と呼べるようなものは何も作らない。土を掘って、くぼみを作ることもなければ、草などの干渉剤もない。卵は最大径8センチメートルほどと、親の体格からすれば小さく、殻の色は淡いオード色。放卵と子育ては、メスの役割で、オスは何もしない。産卵から孵化まではおよそ3週間で、その間、 メスは食事の時間を減らして、ほとんど一日中放卵する。産卵前に、皮下脂肪を十分に蓄えるため、放卵中は半ば絶食状態でも耐えられる。炎天下では、卵が直射日光にさらされないよう体で隠す。ヒナは、体の色も模様も、親とは全く違い。全身の羽の色は黄色がかった地色に、波のようにうねった曲線の黒っぽい縞模様が入っており、 草むらでのカモフラージュ効果がある。ひなが一人立ちするのには一年ほどかかる。ありがとうございます。